ゆいちゃんのパパが新しく買う車、何かにゃー。ガソリン車？ハイブリッド車？それとも、電気自動車？どうも。ニュース大好き、マスクニャンですー。今日は、中国が2035年をめどに、新車販売のすべてを電気自動車などにするっていうニュース。ガソリン車は販売できなくなるみたいだにゃん。工業情報化省などが関わってまとめたスケジュールでは、2035年の新車販売で電気自動車や水素で走る燃料電池車などの新エネルギー車が 50% 以上を占めるようにするとしています。残りはハイブリッド車になるということで、ガソリン車の新車販売はゼロになる見通しです。大気汚染が深刻な中国では、以前から環境問題への対応の必要性が指摘されていました。2060年に温室効果ガスの排出を実質ゼロにする目標を掲げる中国政府は、自動車市場での対策に本腰を入れることになります。にゃーるほど。15年後にはガソリンの新車販売をなくす予定だにゃんって、すごいにゃー。今回発表された方針では、新車販売に占める電気自動車や燃料電池車を2035年までに 50% 以上に引き上げる予定だにゃん。そして、残りはガソリンと電気の2つの動力で動くハイブリッド車にするんだって。中国は世界最大の自動車市場。環境対策が強化されることで、自動車メーカーの戦略にも大きく影響しそうだにゃ。実は、ガソリン車規制の動きは、今、世界中で起こっているにゃん。アメリカ・カリフォルニア州では、ガソリン車やディーゼル車の新車販売を2035年までに禁止する予定だにゃん。このほか、ドイツ、イギリス、フランスなどのヨーロッパ各国でも、2025年から2040年までの間にガソリン車やディーゼル車の販売を禁止する方針を打ち出しているんだにゃ。日本では、菅総理が温室効果ガスの排出量を2050年までに実質ゼロにする目標を掲げたところだにゃん。これを受けて、加藤官房長官も、この実現を図っていくためには、従来型のガソリン車からハイブリッド車、電気自動車、燃料電池車等へのシフト、いわゆる自動車の電動化が不可欠だというふうに認識をしていると話しているにゃん。日本も今後、新車販売に規制が加わるかもしれないにゃ。新車は環境に優しい車に。新車医。にゃーんちゃって。今日も見てくれてありがとにゃーん。チャンネル登録、よろしくにゃん。